オイディプース、オイディプースは、ギリシア神話の登場人物である。長母院を省略してオイディプス、あるいは、エディプスとも表記される。定売の王、ラーオスとその妻ヨーカステイの愛の子。名前は、膨れ上がった足の意味。実の父を殺し、実の母と親子婚を行ったため、オイディプースの名は、エディプスコンプレックスの源になった。 ラーイオスは神から子供を作るべきではないとの信託を受けた。信託によると、もし子供を作ればその子供がラーイオスを殺すというので、ある。しかしラーイオスは酔った檻に妻まようかしてと交わり、男児を設けた。信託を恐れたラーイオスは、男児を殺そうと考えたが殺すには忍びなく、男児のかかとをブローチで刺し、従者に男児を渡して、北イローンの山中に置き去りにするよう命じた。 しかし、従者も、また男児を殺すには忍びないと考えたため、従者は、北イローンの山中にいた羊飼いに渡し、遠くへ連れ去るように頼んだ。コリントス僧、ポリボスとその妻、メロペー、遺説では、ペディボイや、メデューサともが、子供が生まれなくて困っていたため、羊飼いは男児を二人に渡した。ブローチで刺された男児のかかとが腫れていたため、ポリボスと、メロペーは男児をオイディプス。 晴れた足と名付けた。成長したオイディプースは他のものよりも飼っていたため、これをそねんだ者たちは、主席で、オイディプースはポリボスとメロペーの間の実施ではないと中傷した。疑いながらも不安に思った。彼はポリボスとメロペーとに質問したが、満足のいく回答が得られず、このためオイディプースは自分がポリボスとメロペーとの実施であるかを神々に聞くため、 デルポイでアポローンの信託を受けた。しかしアポローンは彼の問いに答えず代わりに別の信託をオイディプースに与えた。信託はオイディプースに故郷に近寄るな両親を殺すであろうからと教えた。ポルボスとメロペートを実の両親と信じる彼はコリントスを離れ旅に出た。戦車に乗って旅をしている最中、 ポーキスの三叉子に差し掛かったところで、前から戦車に乗ったラーイオスが現れた。ポルポンテースというラーイオスの従者が、オイディプースに道を譲るよう命令し、これに従わぬのを見るや彼の馬を殺した。これに怒ったオイディプースは、ポルポンテースとラーイオスを殺した。殺害方法には、撃ち殺したという説と谷底に突き落としたという説がある。ラーイオスが名乗らなかったため、 オイディプースは自分が殺した相手が誰であるかを知らなかった。ラーオスはプライタイアイオーダマシストラトスが埋葬し、彼なき後の定売は目のイケオスの子クレオーンが摂生として治めた。オイディプースはポーキスの三冊から逃げて定売へと向かった。この頃定売ではヘーラーにより送られたスピンクス、スフィンクスという怪物に悩まされていた。スピンクスは オルトロスを父とし、エキドナを母とする怪物で、女面にして、胸と足と、尾は、獅子で、鳥の羽を持っていた。スピンクスはムーサより謎を教わって、ピーキオン山頂に座し、そこを通る者に謎を出して、謎が解けぬ者を喰らっていた。この謎は、一つの声を持ちながら、朝には四つ足、昼には二本足、夜には三つ足で歩く者は何か。その生き物は、 すべての生き物の中で最も姿を変えるというものであった。この謎が解かれた時、スピンクスの災いから解放されるであろうという信託を定売人たちは得ていたため、この謎を解くべく知恵を絞ったが何人も解くことはできず、多くのものがスピンクスに殺された。一説によると、クレオーンの子、ハイモンもまたスピンクスに殺された。このためクレオーンは、この謎を解いたものに、 丁培の町と洋化ステを与えるという告げを出した。丁培に来たオイディブースはこの謎を解き、スピンクスに行った。答えは人間である。何となれば人間は、幼年期には四つ足で歩き、青年期には二本足で歩き、老いては杖をついて三つ足で歩くからである。謎を解かれたスピンクスは自ら城山より身を投じて、死んだ。これは、 謎が解かれた場合死ぬであろうという予言があったためで、ある悔しさの余り目を投じたという遺説もある。また、このスピンクスの問いの答えは、オイディプースであるといううがった遺説もある。口実。スピンクスを倒したオイディプースは、定売の王となった。そして、実の母であるヨーカステを、母であるとは知らずに目取って二人の男児と二人の女児を、儲けた。 二人の男児はそれぞれエテオクレースとポルネーケースと言い,い、二人の女児はそれぞれアンティゴネードという。オイリプースがバイの王になって、以来不作と薬病が続いた。クレオンがデルポイに信託を求めたところ、不作と薬病はラーイオス殺害の汚れのためであるので殺害者を捕らえ、バイから追放せよという信託を得た。オイリプスはそこで過去に遡って、 調べを進めるが、次第に、そのあらましが自分がこの地に来た時のいざこざに似ている、ことに気がつく。さらに調べを進めるうち、やはりそれが自分であること、しかも自分が、ラーイオソウの子であったこと、母との間に子を設けたこと、つまり以前の信託を実現してしまったことを知る。それを知るやヨカステイは自殺し、彼は絶望して、自らの目をえぐり追放された、娘と共に、 放浪の旅に出て行ったという説もある。古い形の伝説では、オイディプースは自分の母を妻にしていることを知った後でもそのまま王であり続けている。イーリアスにはオイディプースが戦場で死んだと記されている。また一つの解釈として、スピンクスの謎かけの答えはオイディプースであるとも言われる。それは、はじめは立派な人間。 イコール二つ足であったが、母と交わるという獣の行いを犯し、イコール四つ足。最後は、盲目となって杖をついて、イコール三つ足国を出ていく、というオイディプスの数奇な運命を表すものである。この解釈では朝、昼、夜という時系列は、青年期、壮年期、老年期となる。この解釈は、蜷川幸を演出の、オイディプス王、2002年、 野村満載主演でも演じられた。娘と共に諸国をさすらったオイディプースは、その後アテーナイにたどり着いた。アテーナイをテイセウスは、オイディプースを手厚く庇護し、コローノスの森でオイディプースが最後を迎えることをめる。テイセウスに見守られ、ようやく安息の地を得たオイディプースは、地中へ姿を消した、コロノスのオイディプス。オイディプスとヨカステは二人の息子、エテオクレース。 ポルネーケースと二人の娘、アンティゴネー、イスメーネーを残した。二人の男児は長じてから、定売の王位継承をめぐって、争いを起こす。その結果、定売を追放されたポルネーケースは七人の将で、定売を攻める、定売攻めの七将が失敗に終わる。戦争中、オイリプスの息子たちは相打ちになって死亡する。一方、オイリプスの二人の娘は、 オイディプスと共に諸国を放浪した、コロノスのオイディプスが、オイディプスが死ぬと、テイバイへと帰る。その後前日の戦争が起こるが、テイバイを裏切った兄、ポリネーケースの遺体は、埋葬を許されず、野ざらしになっていた。しかしアンティゴネーは、兄の無黒に砂をかけ、埋葬の代わりとした。そのため彼女は死刑を宣告され、牢で自害した、アンティゴネー。 戦争から10年後、七将の息子たち、エピゴノイは、父親の志を継ぐべく、テーバイへの再攻撃を企て、テーバイを陥落させた。途中、エテオクレースのコラアオダマースは戦死する。一方、ポリネーケスのコテルサンドロスは、戦争に勝利した後、トロイア戦争に参加したが、ギリシア軍は間違って、ミューシアに上陸し、テーレポス王と戦争になった。 この時、ギリシア軍はテーレポスの攻撃によって敗走させられ、テルサンドロスは最後まで戦ったが、テーレポスに撃たれた。この伝説はギリシア悲劇に再三取り上げられ、以下のものが現存している。また、ラテン語の悲劇としても、下記の作品が知られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。